しますわ。今日はとても良い鍛錬日和ですわ。眠っているのはもったいないですの。ほら、全身の筋肉を目覚めさせて。おはようございますわ。まずはまぶたの筋肉に挨拶ですわね。今朝の鍛錬は神竜様を起こしてからですわね。筋肉が早く動きたいと叫んでおりますわ。少々失礼して。いい感じですわ。はあ、あら、神竜様、いつの間に起きていらっしゃいましたの？良い朝ですわね。今朝も健康的な目覚めをお届けに参りましたわ。さて、どうやって起こしましょうか。お体に触れるのは不敬ですし。そうだ、この寝台を。ダメでしたわ。神竜様、この寝台とても重いんですのね。もっと鍛えて出直してまいりますわ。ソラネル百周、やり遂げてまいりましたわ。神竜様と走って以来、走り込みがやみつきになってしまいましたの。今の私に雑念など皆無ですわよ。おはようございます。寝起きでモヤモヤするようでしたら、今すぐ運動にお付き合いいたしますわよ。静かに起こしますのよ。私の故郷は広大な花園の地。その花で作った香水の香りで優雅な目覚めを演出いたしますわ。おはようございます。私の故郷の香りはいかがです？いつか本物の花も神竜様にお送りしたいですわね。本日は良い朝食をお持ちしましたの。この前ご紹介した筋肉増強剤、いろんな味がありますのよ。桃味、紅茶味、焼き菓子味、肉味、魚味、それから一番のおすすめは朝にぴったりハバネロ味ですの。お好きなものを召し上がって今日も一日励みましょう。